皆さんこんにちは、千條早苗です。最近、アニメ界では大ヒット作品が次々と復活しています。2019年5月1日に現在の元号平成から新しい元号に変わることが決定しています。これからの季節、イベントすべてが平成最後になるのですが、中でも平成最後の復活アニメに注目が集まっているんです。今回は平成最後の年の復活作品をご紹介します。悠々白書。誰もが知っていると言っても過言ではない有名作品。霊界探偵として蘇った浦飯祐介は、人間界と霊界の平和を守るため仲間と共に次々と現れる凶悪な妖怪たちを倒していく物語。ドラゴンボールやスラムダンクと並び、当時ジャンプ黄金時代の三大人気作の一角でした。待望の新作アニメは2018年7月に発売された悠々白書25周年アニバーサリーブルーレイボックスの最終巻魔界編に収録されています。当時と変わらない声優陣で期待度も高まります。バナナフィッシュ。少女漫画界に衝撃を与えた人気作。舞台化もされた作品ですが、アニメ化は今回が初めて。並外れて整った容姿と卓越した戦闘力を持つ少年アッシュと、日本人の少年奥村英二が共にバナナフィッシュという言葉の謎を追い求める物語。ギャングやマフィア、銃など日本にいると身近に感じることができないハードボイルドな世界観。20年以上もの月日が経っているのにもかかわらず、根強いファンが多く SNS でも大盛り上がりを見せているとか。からくりサーカス。号泣しないわけがない、熱血少年漫画の金字塔。莫大な遺産を手にしたがゆえに兄弟に命を狙われることになった少年雑賀マサル。マサルを守るよう命じられた人形使いの白金。その騒動に巻き込まれた中国拳法の使い手加藤成美の出会いと別れと成長の物語。アニメ化するとの情報が発表されてからしばらくは放送予定が未定とのことでしたが、2018年10月からアニメ放送が発表されました。シティハンター。すでにアニメ化もされている当時一世を風靡した大人気作です。新宿を舞台にボディーガード、探偵など様々な依頼を受け、法で裁けぬ悪と戦うシティハンターこと冴羽涼。彼と彼の相棒である牧村香織との活躍を描くハードボイルドコメディ。 YouTube にて制作決定記念のスペシャルムービー動画がアップされています。2019年の春にロードショーとなっています。ムヒョとロージーの魔法律相談事務所。心温まる物語で愛され続けている作品。魔法律という幽霊を裁く法律を駆使して悪い幽霊を退治していくといったファンタジーバトル漫画。連載終了から10年の時を経てついにアニメ化となり、ファンからは歓喜の声がたくさん上がっています。2018年8月よりBS スカパーアニマックスにて放送が開始されています。もしかしたらそんなに昔からあった作品だと知らずに見ている方も多いかもしれませんね。私はもろにこれらの作品が世代なので楽しみですし、なんだか感極まるものがあって涙が出そうになりました。それではまた次回お会いしましょう。動画の方気に入ってくれましたら高評価の方よろしくお願いします。バイバイちゃー。かけらじアニメクイズ。今回は鋼の錬金術師からのクイズです。アニメ鋼の錬金術師の物語の舞台であるアメストリストはどの時代のどこの国をモチーフとしている？ A. ゲルマン民族の大移動時代のドイツ。 B. 産業革命時代のイギリス。 C.南北戦争時代のアメリカ。 D. フランス革命時代のフランス。答え合わせは次の動画で。
それではお楽しみに。私たちの声を早く聞きたいって方にはチャンネル登録を進めてます。ぜひしてくださいね。お願いします。